はい、じゃあ始めていきます。アンジャッシュ2年目、まあ、今回のこのお昼のテーマは、まあ、家で一度でも、まあ、運動不足を解消できるトレーニングということで、まあ、やっていきたいと思います。で、まあ、運動不足になる原因っていうのは、同じ姿勢でずっといたりとかすると結局体が固まってしまうってよく言うんだけど、時間として大体何分ぐらい座ってたりデスクワークしてると体が固まるかって、大体時間的に何分ぐらいだと思う？2時間。そんな、あれ15分とか20分ぐらいとか。20分、うん、と30分。ああ、なるほどね。ただ、だいたいそのぐらいの時間だと立って体を動かさないと固まっちゃうっていうようなイメージ。だいたい、なんか個人差はあるけど、よく言われてる文系とはだいたい60分ぐらい。うん、そもそもの人の硬さだったりとか、集中力が保つのが、まあ、いわゆる90分ぐらいって言われてるから、大学の授業とかは90分で終わったりするんだけど。うん、そう、だから、体のその、硬さを取りたいとかってなった時に、60分以上そもそもあの同じ姿勢取ってると、あのトレーニングしても結局はまた硬くなるっていう、この繰り返しをするわけだから、30秒でもその立ったり、なんかこう立って背伸びしたりするだけでも体が違う反応が起こるから、まあ硬くなったりとか、血液の循環、結局血液の流れが悪くなって体が硬くなるっていうような形で、で、硬くなっちゃうと、どん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 この血液が通る通路がなくなっちゃうから、どんどんそっちの方に体も流れていきやすくなっちゃうっていう悪循環になるので、まあ今この自宅で仕事したりすることが多くなっている中だと、多分自分である程度そういうのコントロールできると思うので、ちょっとその辺も意識しながら、まあ、あのトレーニングとプラスしてそういうことも自宅でやってあげると、よりそこができになりますんで、ぜひお願いします。はい、じゃあ音声をミュートにしていただいて OK、じゃあウォーミングアップからで、今日も体幹周りしっかり刺激入れていきますんで、よろしくお願いします。よいしょ、じゃあ行こう。右足を前に出して、前習い、でこのまま上にぐーっと上げていって、後ろに倒していこう。これを5回いきます。1 2 5 3、はい、4、はい、ラスト5、はい、 OK。 で今度反対側行きましょう。左に変えて、そうで、また前習いして、で上にぐーっと上げていく。1 2、あ、いいね、だいぶ優しさきたね。3、 OK、 4、そうしたら、今度は右足をまた前に出して、手を後ろに引いて、足を伸ばす。体が丸くならないように、少し前に向きながら、後ろを伸ばして、左手を前について、開く。1、5、はい、後ろ、前、開く。2、後ろ、前、開く。3、はい、後ろ、前、はい、開く。5、OK。では反対行きましょう。左足に変えて、で、後ろに引いて、で、右手をついて、左手を開く。1、はい、後ろ、
そう、2、合わせていいね。はい、上げる、3、
お尻つけて、し。はい、ラスト。5。はい、OK。ではでは、今日はまず体幹トレーニングをちょっとやっていきますので、まず、オーソドックスな部分からいきましょう。肘をついて、膝を少し股関節を下げる。で、足をちょっと広げて、こんな感じで、まずセットしましょう。体がこう丸くならないように、ちょっとでっちりにして、後ろにお尻を軽く引く。で、この状態でお腹に少し負荷、力が入ってたら OK。このまま左足を伸ばす。はい、行きましょう。OK、レディー、ゴー。はい、伸ばして、キープ。頭を下げないように。はい、頑張って。3、2、1。はい、OK。今度反対に行きましょう。右足伸ばす形で、レディー、ゴー。はい、伸ばして、キープ。そう。下向かないように。そう、頭ちょっと引いて。3、2、1。はい、OK。いいね。だいぶ余裕になってきました。OK。で、次は、このまま、四つ這いになって、同じように、膝をちょっと開く。広めにスタンスとって、膝を地面から離す。そう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 。で、お尻少し引いて。うん。で、そのまま、右手を地面からちょっと浮かせる。1、2、1、2。そう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 。あ、いいね、いいね。ゴー、レディー、ゴー、1。2、1、2、1、2、お尻振らない、1、2、1、2、1、2、1、2、あと1ヶ月、1、OK、 いいね、なかなかしっかりここが入ってると今みたいな形で、じゃあ次、もう少し結構あの続けてやってもらってるから結構みんな頑張れるようになってるんで、もうちょいレベルアップしていきます。この状態、今の状態から今は手を上げた、これを前に上げる。で、この時にこれがずれないように、ずれないまま上げる、戻して上げる、上げる、そう。だからもうちょい膝を上げて、そう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 、地面と膝の距離がすれすれ、そう、膝をそのぐらいちょっと上げるぐらい、そう、そこから上げるぐらい、そう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 、そうそうそう、オッケーオッケー、いいね、オッケーオッケー、オッケー、いくよ、じゃあ準備して、レディー、はい、アップ、はい、ゴー、1、2、3、4、はい、5、いいね、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、もうちょっと、10、はい、1、はい、2、あと1ヶ月、3、はい、出そう、4、はい、OK、 いいね、OK、OK、今のができたらだいぶいい感じなので、ちょっとこの負荷が高いバージョンですね、これは。で、あとはあの状態から膝を遠くにすればするほどきつくなります。股関節から膝が離れれば離れるほどかなりきつくなるから、これをあとコントロールして、足広げば開くほどこれも負荷が高くなるから、要はあの体を支持する面積が広くなればなるほどあのきつくなるから、どん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 
それは自分で何かこうやるときにコントロールしてもらえればと思いますんで、お願いします。OK、じゃあ次、横側行きましょう。この状態で、横向き。で、肘をついて、ここを上げる。両足をこのようにつけて、上げる。右足、上の足に力をこうやって入れない。こっちで支えるんじゃなくて、足を乗せて、このままここで体を上げる。そう。で、手は前。はい、これでキープしましょう。レディーゴー。呼吸を止めないように。で、頭はこうならないようにしよう。まっすぐ。体はどう一緒にまっすぐに。はい、残り5秒。4、3、2、1。はい、OK! ナイス。多分ギリギリだったけど。OK。で、次はこの状態で足を伸ばす。そして、このまま上げる。で、キープ。で、手を前。ちょっとやってみましょう。まずこの状態、膝を曲げて、そう。で、ここをまず上げる。ここ上げて。そう。で、足を伸ばして、上げる。そう、キープ。で、手を前。はい、ゴー、レディー、ゴー。肩に力入れない。足が下がってきてますよ。足が乗って。5、4、3、2、1、OK! ナイスです。OK!じゃあ次はこういう形で横向きにもう一回なって反対側へ行こう。足を伸ばして肘をつく。で、この肘の位置がポイントで、これがこんな形にしちゃうと肩が痛くなるから、しっかり肩を真下ぐらいで前に出しちゃうと、これも肩が痛くなるんで、後ろに引く。少し体がくの字にならないように気をつけて。はい、では行きましょう。しっかり手ついて、ここの場を上げる。レディー。はい、アップ、ゴー。いいねー。 OK。 3、2、1。はい、OK。素晴らしい。いいね。OK, OK. じゃあ今度は膝を曲げて、またこっち。ここから足を上げて、一回ここを上げる。で、前に手を出して足を上げよう。はい、スタート。アップ。しっかり上げて、そう、頑張って、ゴー、ゴー、はい、もうちょっと、5、4、3、足を持って、2、1、はい、OK、OK、OK、いいね、素晴らしい。では次いきましょう。ちょっと苦戦した、内側のやつですね。内転筋。また横向きになって、今度は手を伸ばす。で、これも遠くになると肩痛くなっちゃうから、割と近くにして、手を外じゃなくて、指先を画面側に向けて、で、足は、こっちの足はフリー。で、こっちの足で立ち上がる。そう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 、OK。いけたんですよ。OK、移動 OK。これでいきます。じゃあ行きましょう。レディー、準備して。はい、アップ、ゴー。そう、キープ。ここと内転筋使います。そう。キープ。
5、4、3、5、2、1、はい、OK です。 OK、 いいね、だいぶ成長する。 OK、 じゃあ次、逆行こう。左、右手をついて、肩の位置はちょっと自分で調整しながら、上半身痛かったら無理しないようにして、で、左足で、右足フリー。 OK、この状態から上げていきましょう。では行こう、レディー、はい、アップ、ゴー、ゴー、受け止めないですよ、そう、どうして、5秒、4、3、2、1、OK! なんかだいぶいい感じにできそうな予感があるので、ちょっとだけリラックスしましょう。次は止めるだけじゃなくて動きが入ります。今の状態から、こっちの足、こっちの足フリーで上げる。じゃあこいつを手を上げて、こいつを上げて、タッチ。で、伸ばす。タッチ。タッチ。はい、やってみましょう。5回いこう。チャレンジ企画です。下の足で、水溶き頑張っちゃう。はい、行きましょう。手を伸ばして、さっきと同じ姿勢をまず作ります。よいしょ。そうで、手伸ばす。で、膝と肘タッチ。はい、伸ばす。おー、いいね。一、お、いいね。おい。三、八、四、はい、ラスト、五。はい、オッケー。ナイス。これは固めながらも体を動かす。だから体がガチって固まっちゃうとできないので、しっかりこのお腹周りと股関節周りで体を固めて動かす方はそっちを意識させるというトレーニングです。じゃあもう一回いこう。反対、同じような形で手をつく、左足で上げる、はい、前へ万歳、はい、タッチ、1、起こす、おー、たまにいいね、2、よいしょ、3、4、はい、ラスト、5、オッケー、みんなできたね、いいね、ベリーグッド、素晴らしい。こうやってあといろんな動きをしながらレベルっていうのはどんどん上げられるんですよね、実は。で、これ例えばレモになりますけど、こんな椅子とかがあればこいつにこうやって足乗っけて、こうやってやって、体をひねったりとか、こういうふうにやったりとか、いろいろ足を動かしたり、こっち伸ばしたりとか、いろいろあります。なんで、みんな続けて参加してるんで、ちょっとレベルアップを、チャレンジ企画いろいろ用意してるんで、ちょっと体を使いながら頑張っていきましょう。じゃあ、最後少し負荷をかけながら、動きと、20秒間を動かして10秒っていうのをちょっと今日6回やります。最後で意識はここ全部で、やることは2つ。1つは足上げてこの状態で時計回りに回る。こういうふうに回る。その場で回転。OK。で、次は、うつ伏せじゃなくて、手と足を上げて、体を、左だから回転していく。で、これは、手と足が使えないから、ここ、要は、魚の泳ぎみたいな感じ。
手と足が使えないと体幹しかもう使えないから、ここで体を動かす。で、設置してる面積をちょっと意識しながらちょっとやってみましょう。はい、じゃあチャレンジやっていきましょう、最後。では、用意して、そう、足上げて仰向けになって上向きになりましょう。で、手も上げて、そうそうそう。で、どっち回りでもいいよ、右でも左でも。いきまーす。5秒前、4、3、2、1、はい、戻って、よいしょ、よいしょ、はい、腕と足振って、そう、はい、大丈夫ですか？では最後ちょっとクールダウンしてちょっと総括していきますんで、まずちょっとやった後しっかりケアをしていきましょう。 OK、 じゃあ右足を前に出して左足を膝の上に乗せて、膝を自分のこうやってかかとを自分のお尻の方に持ってくる。ここから体を寝ていただいて、左手を足の間から通して自分の方に持ってくる。そうで、こっちの足は楽にしてバランと、そうで、頭を突き出して OK です。お尻を伸ばします。はい、 OK、 こんな感じでいきましょう。一回落ちて、左の膝の上に右足乗っける。
で、かかとを引いて、一回落ちに行って、目線を下ろして、手を間から通す。で、足を開いて、右手を左のつま先に向かってぐーっと伸ばして、ちょっときつかったら右足、反対の足曲げても OK、この状態でぐーっと持ってくる。はい、OK、反対いきましょう。左手を右のつま先の方にぐーっと背中を伸ばして、はい、OK。 で、手をついて一回寝ちゃいます。で、このまま胸のところに手をついて少し体を起こしたら、この手を体の方に近づけてお腹を伸ばす。そう。で、少し右側にひねって、はい、反対。はい、OK。 では集まりましょう。では、次と入らせていただいて、はい、お疲れ様でした。でした。お疲れ様でした。ちょっと継続参加特典ということでなかなかハードだ。ハードだった。今日はハードでしたね。まあ、こうやってでも最初にできなかったことはどんどんできてるんで、でちょっとこう刺激を少し変えるだけで体幹トレーニングってだいぶ体に負荷が変わるから、でその組み合わせっていうのはいろいろもう本当にいっぱいあるので、こうやってちょっとだけ負荷を変えつつ、でその日の自分よりも一歩先のところに手が届くような形でやれたらいいかなと思いますので、まあ今回はちょっとこう続けてやってだいぶ刺激もマンネリ化してくると良くないので。展示企画という形でやらせてもらいました。なのでまあさっき言ったように1時間ぐらい同じ姿勢が続くと体固まっちゃうから、まあこの中でも一つでもいいし、単純に背伸びするガーッと背伸びするぐらいでもいいので、そういう意識を持ちつつ、まあこういう状況でも少し運動を取り入れていただけるといいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい。で、またこちら YouTube に上げるので、今日は新しいことやったんでちょっとチェックしつつ、なんかわかんないことだったりとかあったらコメント欄にいただけるといいかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい。ではまた明日ちょっと変わりますんで、またみんなに連絡しますんで、 SNS の方とかは、はい、よろしくお願いします。はい。明日朝昼どれでやる？朝。朝ね。朝明日って朝からやる？朝、明日8時。8時、じゃあそれか、はい、頑張ります。じゃあお願いします。はい、じゃあね、バイバイ。